本日の BO1 お疲れちゃんです。そして今回もですね、まあ、BO1 ということでやっていくんですけど、今日はですね、こちら同じクランに所属しているテンゴットですね、テンゴット選手と、まあ、BO1 やっていきます。で、彼はですね、ジャイガ、今このプロフィールにもなっている通りジャイガと、まあ、クリーンでもジャイガと何使うんですけど、何にしようかな、そう、何でいこうかなと思いつつ、人気かな、人気でいきます。はい、ということで、もう早速ですね、いきます。で、僕このコマ BO1 企画やってるんですけど、とりあえず成績が悪い、成績が悪くて結構負けてるんですよね。なんで、もう負けられないですよね。で、テンゴットはそれですね、先日本当に一昨日ぐらいですかね、クララリーグアジアでポノススポーツがですね、優勝して、そのポノスの優勝メンバーの一人ですね。なんで言ったらやばいですよね。ラバっすね、これ多分ラバ臭い。これ墓石来るかな、墓石。はい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 、ちょっとね、縦線がゴミが5でラバなんで、インドラをもう当てて、よいしょよいしょ、これメガゴのターゲットアイスゴレで取って、よいしょ、これ多分右はもうザップは打たなくても大丈夫か、いや、打つ大丈夫じゃない、いやー痛いけど、オッケーオッケーオッケー、これゴーストが範囲攻撃、なるほど、なるほどね、なるほどね、よしよしよし、あー、これ誰、これ誰、ここでファイヤーボール打ってきたら、あー、まあ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 、ここはもう、なんとかギリギリですね。考え中、とりあえずラバ来たら逆線フルブッパで、その際にインドラ絶対使ったらダメで、いやこれも来そうだな、ここでガー、あー、オッケー、メガゴが、あ、ちった。オッケー、オッケーなのかわかんないけど。で、ゴースト殴る。で、これ、アイスゴレがターゲット取ってる。で、これ、この瞬間に5打ったら、パピーが全部死んで、インドラが、オッケー、バルにターゲット取る。よし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 。悪くない、悪くないですけどね。なんでや、なんでダメージ入ってない。いや、ここっすね。ここで多分来た。ここで、フルブ。行くしかない、行くしかない、中古のあのメガゴ邪魔なんで、このアイスゴレで逆サイン釣る、よしよしよし、待って、なんで左が全然入ってない、やばい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 、なんで今だってさっき小ジョババにゴーストにランバーに出してるのに全然食べちゃいた、あー、まあまあまあ待って待って、落ち着け落ち着け落ち着け、やばいわ、それうまいわ、ちょ待って、この、いやまだ前、まだ前、ファイボ、あー、いやちょっとまだ前、まだ前、オッケーオッケー、耐えた耐えた耐えた、ゴー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 、来た来た、マジか、マジか、うまっ、いや正直勝てると思ってた、正直もう余裕で勝てってると思った、いやー、ナイステンゴットさん仲良くて、まあ、結構フルボスもするんですけど、賞味はほぼ負けないですよね、くそーマジで悔しいですね。はい、ということで今回はもうテンゴットにボーン
ございました。はい、ということで終わります。バイバーイ。